2023年も4月に入り、冬場のロシア軍の攻勢を防ぎきって西側諸国からの新型戦車など戦闘車両の提供支援を受けたウクライナ軍が、そろそろ反転攻勢に出る可能性が囁かれ始めているよ。そんな中、反攻正面になる可能性が高いと見られているザポリージャ州のオレボボ周辺に展開しているウクライナ軍部隊において、ここ1ヶ月ほど威力偵察と見られる活動が活発となって、ロシア軍との小競り合いが増えているとする分析が軍事ブログの航空万能論に挙げられているらしいぜ。ウクライナもついに動きを見せ始めたってわけだね。辛抱が続く中、よく耐えたと思うよ。さて今回はそんなザポリージャ州のウクライナ軍の動きについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ザポリージャ州のオレボボ近郊においては、これまでロシア軍の占領下にあったと見られていた地域にウクライナ軍が進出している証拠の動画が SNS に投稿されていて、その動画はウクライナ軍の陣地に向けてロシア軍がドローンを使って投降を進めるビラを撒いている様子が撮影されたもので、映像の背景からバシリカからオレボボを結ぶ幹線道路 T812 がウクライナ軍の支配下にあると判明できることから、これまでウクライナ軍が陣地を設置していた地点よりも南に 5km ほど進軍していて、これまでロシアの占領下にあると見られていたノボニリフカもウクライナ軍が奪還した可能性があるというよ。この1ヶ月で SNS などにはこのオレボボやドニプロ川沿いのバシリウカの周辺で撮影された動画や画像が増えていることから、この地域がウクライナ軍の反攻目標であるか、あるいはどこか他の地域での反攻計画を偽装するための動きなのであるかは、現時点では不明であるものの、興味深い動きとして注目されているな。ウクライナ軍が反攻作戦を開始する時期については3月中、あるいは4月か5月と様々な憶測が飛び交っている中で、ゼレンスキー大統領は西側のパートナーから送られてくる弾薬を待っていると述べていて、先日 EU が合意した加盟各国の備蓄分から 155mm 榴弾砲弾100万発以上を提供することに関して、これら砲弾がウクライナ軍に行き渡ってから実施されるとする見方が多いんだ。その矛先についても様々なプランが挙げられているんだけど、それらの中でも有力と見られているのは、ウクライナ南部のザポリージャ州のドニプロ川東岸からドネツク州南部までの地域で、この戦線を突破してそのまま南進してアゾフ海まで打倒する作戦だね。この作戦によってロシア本土とヘルソン州とザポリージャ州に展開しているロシア軍部隊との連絡を分断することになり、補給を断つとともにアゾフ海沿岸のペルジャンシク周辺に到達すれば、長射程のロケット弾や榴弾砲弾によってクリミア半島とロシア本土をつなぐクリミア大橋を攻撃して破壊することが可能となるんだ。クリミア大橋を破壊すればヘルソン州とザポリージャ州のロシア軍はもとより、クリミア半島のロシア軍も孤立して、補給を断たれた末に降伏せざるを得なくなるだろうからね。オレボボ付近でウクライナ軍が活発な動きを見せていることから考えれば、その動きがロシア軍の構築した防御陣地の弱点を探り出す威力偵察であるとも考えられ、メリトポリやペルジャンシクと幹線道路で繋がっている交通の要衝であるトクマクを奪還すると見るのが自然だね。南部戦線ではヘルソン州を流れるドニプロ川を溶かして防御陣地が手薄であろうと見られる。ヘルソン州からクリミア半島北部のジャンコイやメリトポリを目指す作戦を唱える声もあるみたい。ウクライナ軍に供量がないタイガを溶かできる能力がないことを、アメリカ側が指摘していることからその可能性は低いとされ、ドニプロ川に架けられていた橋はアントニフスキー橋とその隣の鉄道橋はほぼ完全に破壊されたと見られており、残るノバカホフカの水力発電所のダム上を通る橋の損傷具合次第と見られているぜ。このダム上の橋については、以前にウクライナ軍が高機動ロケット砲システムハイマースによる GPS 誘導ロケット弾によって、大型車両が通行できないように穴が開けられていたが、その後ロシア軍によってダムが崩壊しない程度に破壊されたとの情報があり、戦車を含む大部隊が渡れるかは不明だな。さらにドニプロ川下流のムイコラーユ州のオチャコフから対岸のキンバーン半島に溶かするかのような動きがあったことが伝えられていたんだけど、
これについてもアメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO諸国から水陸両用作戦のサポートがなければ実現は難しいね。これらのことから南部戦線において大規模な機構部隊による反攻を実施するには、オレボボからトクマク、あるいはドニプロ川沿いにあるカムヤンスキーからバシリカを経てミハイリフカと、トクマクを奪還する反攻作戦が最も有力とされているよ。また、昨年9月にハルキウ州を奪還した時のように、この南部戦線におけるアゾフ海内通作戦を陽動として東部戦線に新編成の機構部隊を投入して、弱体化していると見られるバフムート周辺のロシア軍を駆逐して昨年7月に制圧された、リシチャンシクとセベロドネツクを奪還する可能性を指摘する見方もあるんだ。この場合、ロシア軍がハルキウ州での反攻時のように総崩れになれば、ルハンシク州の州都ルハンシクまで一気に到達できる可能性があり、あるいはバフムートから南下してドネツク州の州都ドネツクを北と西から攻撃することもできるのであるが、この地域はもともとウクライナの新ロシア派武装勢力の拠点でもあったため住民も新ロシア派が多く、ウクライナ軍へ抵抗する姿勢を見せる可能性が高く、ロシア本土にも近いことからロシア軍への補給が容易であり、逆にウクライナ軍が兵站を断たれる恐れがあるぜ。あるいはハルキウ州からルハンシク州のスバトボを攻撃してルハンシク州北部を奪還するルートを予想する向きもあるんだけど、この方面もロシア本土に近いために激しい抵抗を受けることと、戦略的に重要でない地域であることからその可能性は低いと見られているよ。また、この反攻作戦の時期についても様々な説が飛び交っていて、ゼレンスキー大統領はウクライナが勝利を手にするために、軍は積極的に準備を進めているとして作戦開始が近いことを示唆し、レズニコフ国防相もまた西側諸国から届いた装甲車両を運転してみせるなどのパフォーマンスを行いながら、天候にも左右されるが、早ければ4月か5月のどこかで開始されると示しているね。この反攻開始時期については西側諸国からの戦車と弾薬の到着を待っていると見られ、各国から供与されるレオパルト2の数が揃うのが4月中旬頃になると見られていることと、3月から4月上旬にかけてはまだ雪解けからのぬかるみが解消されていないことが予想されるため、地面が固まる4月下旬ないしは5月上旬に反攻作戦が開始されるのではないかと予測する声が多いみたい。ウクライナ国防省では国内メディアに対して、反攻作戦の開始時期について我々軍は回答する権限がないので質問しないでほしいとの、意味の要請をしたとも伝わっており、反攻開始の時期についてウクライナで公に発言できるのは、ゼレンスキー大統領かレズニコフ国防省、あるいはザルジュニー総司令官だけだとしているな。ただ、ザポリージャ州オレボボからトクマクを奪還した上で、さらに南下してメリトポリ奪還を目指すにせよ。こちらを陽動作戦として東部ドンバス地方のドネツク州バフムートか周辺からロシア軍主力を粉砕してセベロドネツクに進撃、あるいはルハンシク州の奪還を目指すにせよ。いずれにしてもロシア軍はユーノハなどの強固な防御陣地を構築していると見られているため、かなりの激戦が展開されることは間違いないとされていて、かつてないほどの大規模で激しい地上戦が展開されるであろうとの見方が広がっているんだって。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。